はい、どうもこんにちは、マオでございます。じゃあ続きやっていきたいと思います。ミオシティに行けって言われてミオシティを探したところ、一番左だね、左側、西ミオシティだから、とりあえずコトブキに飛べばいいんじゃないかなと思うので、コトブキに空を飛んでいく。いやー、コトブキ久々に来たね。そっか、なんかなんとかステーションとかいろいろ行けないところあったけど、この人はまだなんとかステーションを止めようとしてきて、もう覚悟を感じたね今。お前にこちらには行かせないぞという確固たる意志を感じたので、こっち側から行ってみましょう。そっか、波乗りで行けないところだったよな。そうだそうだ、思い出してきた。そうだわ、なんか序盤に行けなかったところ、終盤行けるようになる。まだ終盤か分からんけど、あれこの子って、彼と待ち合わせした子だ。でもなんか幸せになって、ビーダルが波乗りで教えてくれた、ありがとうあ、でも波乗り普通に覚えさせちゃおっかな。波乗り覚えさせんのありだよね。めっちゃ強いもんね、波乗り自体が。茶葉鬼、そしたら波乗り思い出せるか。威力90の命中100でしょ。あれ、なんか100じゃなかったっけ、90、100か、なんか記憶違ってたかも。茶葉鬼、そしたら技マシンは1回しか使えないが、茶葉に覚えさせるぜ波乗りを。あ、でも水多すぎるか、まあいいか。アクアテール、あ、てかアクアテール、あ、滝登りの完全上位互換だな。じゃあそしたら、あ、でも滝登り、まあいいか、滝登りを波乗りにしましょう。これで茶葉を、でも茶葉をになんか茶葉を雷使ったらめっちゃかっこよくない？そう、なんかちょっとイメージない技使ってくるのすごい。だってビーダルかわいいそして泳がせてくれてありがとうビーダル。あ、こんにちは。海の男はポケモンの男でもある。ちょっと意味がよくわかんないですね。何でもかんでもポケモンと混ぜたら全部俺が、ああ、わかるわかるって言うと思うなよ。ケンゴはタマンタ、タマンタ、たまらんねえ、かわいい目下まつげがすごいついてる。茶葉を、うん、水タイプだからな。茶葉が嬉しそうに威嚇してる、怖いわタマンタどういうやつなんだろう。いや、でもうちのレベルも上がってきたけど、向こうの敵も普通に31レベルのギャラドスが出てきたな。だいぶなんか相手方のレベルもちょっとインフレし始めてる可能性がある。あ、でも全員レベル上がる。やっぱギャラドスこれちょっと特別だったんかな。あ、竜の舞だ。竜の舞ってめっちゃ強いんじゃないの、確か。攻撃と素早さ上がるんじゃなかったっけ。攻撃と素早さが上がる竜舞はやばいでしょ。雨乞いちょっと覚えさせたいけどな。じゃあアクアテール忘れて竜舞にするか。噛み砕くもちょっと一応使うかもしんないからな。じゃあアクアテールを変えて、でも水技少なくなっちゃうかな。いや、でも雨乞いはしたいよな、雨乞っていきたい。よし、じゃあ雨乞いを。アクアテールはちょっとじゃあもったいないけど一回忘れさせて、茶葉は竜の舞を覚えた。おお、竜の舞の茶葉を舞うあ、甘える。おい、もうすごいね、もうなんかおじさま、50代おじさまはもうや欲しがって甘えて、天使のキスとチャームボイス。じゃあ小さくなる、ちょっとごめん、もうこれはコンボが必要だよ。これは甘えちゃう。茶釜すごいね茶釜はもう甘え上手なのよ。茶釜っていつ進化するんだろう。ヨーソロー普通にレベルいくつとかで進化したりしない、ラッキーになるんじゃないのかな。お前ならトレーナーの中のトレーナーになれそうだな。マジで選ばれた、なんかすげえギターマン。ラケンロウ戦いをリズムすごいな、なんかライバルキャラにいそうな髪色してるわ。ギタリストのジョニー、すごいなんか期待を。あ、ルクシオ、あ、ルクシオか。いや、ロックンロールなのはいいんだけどさ、ギター出しながら普通ギタリスト歩かなくね。ギュギューン、悲しいメロディーだぜ、ちょっとかわいいしギター抱いて寝てそう、ギター大事にしてそうなのは好感度高いわ。悲しすぎて歌も歌えない、そんな俺がかっこいい。あー、なんだって向こう岸だったのか、君のおかげで助かったよ。あ、こっち側にいたのか、カレピッピー。わ、なんかすごい手持ちにあったポケットに入ってたものそのまま渡された感じがしてすごい嫌だわ木の実取りに来たらなんか下に、あ、下にいたんだな。アイテムあるからちょっと取り行こうか、気になるわ。よいしょ、こんにちは。どうせ釣れませんよっとちょっとすねないでくださいよ戦時、あ、5匹だ、めっちゃいっぱいいるタイプ。あ、コイキングいっぱいいるタイプだ。よし、なんかギャラドス1匹持ってたわ、レベル31の。まあでも全部うちの伝来がぶち抜いたんですけどねあとコイキング進化させない変態さんなんだけど、釣れない時はおとなしく家に帰るか。
そういうもんなのかね。ビッグフィッシング叫んでみたけど、何は、いや、ここに単純に魚がいないんじゃないの、それか今日は向いてない日なんじゃないの、わかんないけど。豊かギャラドス、お、こっちはギャラドス2匹みたいな感じなのかな。ギャラドス2匹だったわ、さすが豊かの。わー、参っちゃうじゃん。まあ、まあいいんじゃないですか。これ一回避けないと、よいしょ、甘い蜜だ、甘い蜜が海辺に落ちてんの、なんか不思議な気持ち。さて、そしたら行ってみるか、新しい町。あ、これはまさかお父様では。真央さん、お久しぶりです。なんでちょっと改まってんの、何ですかその顔は、誰って言ってますね。もうさすがに覚えたよ、七かまどの博士の怒り役。博士に頼まれて君のポケモン図鑑を、え、パワーアップできんの、なんとなくここで待っていたのです。嘘だね、絶対俺の体に GPS を埋め込んで。それでは真央さんのポケモン図鑑を貸してください。このソフトをここに組み込めばいいんだ、なんて不安な。機械いじられる上で一番言われたくないセリフ全部言われたぞ。カチャカチャ、あれ、このポケモンもしかしてパワーアップいらないかも。すでにオスメスの姿を切り替えて見れられますね。昔と違って便利だな。ほ、あ、何それ、昔のなんかリメイク版だから、そういうメタなやつなんかな。博士のお手伝いもお願いするのですが、銀河団はどうなっていますか。いや、ことぶきでのことを博士が気にしてたもので、あ、戦ったしね、確かに。まあ何もない、もうなんかこいつ虚無の塊だな、虚無の塊だ。これ多分リメイクネタなんだろうね。リメイク版の前のやつは多分ここでオスメスの姿が分けて見られるような。か、あ、喉乾いたな。あ、これもあれの序盤っていうか、初代のオマージュじゃない。喉乾いてる人になぜか美味しい水をあげると、いろんなところに全員に美味しい水を渡しに行くっていうね。狂気の水面に映える街、ミオシティ、綺麗。カラランニュン。かわいい。ミオシティには物忘れの激しいおじいさんがいるらしいの。何でもポケモンの技まで忘れさせてしまうそうよ。へえ、あ、秘伝技忘れるってことかな。服が少し濡れてるぞ。マサガタウンの海で水遊びでもしてきたのか。ちょっとやめて、なんか怖いわ。あ、私には使えないからどうぞ。技マシン48、やった。なんか海外からの荷物に入ってたって言ってた。そんなことある。特性といわれる不思議な能力を持っているわ。スキルスワップは相手と自分のポケモンの特性を入れ替える技なの。スワップってなんか、あー、なんでもないです。どう使うかはトレーナーの腕の見せ所ね。今の何でもないっすは高度な視聴者に読み取ってもらうタイプのトークなので気にしないでください。おお、そうじゃ、わしは忘れじいさんじゃ。お主ポケモンの技を忘れさせに来たのじゃな。忘れまくる人に忘れさせてもらうってちょっとよくわけわかんないけどな。だって忘れさせることを忘れてしまうんではないの、そんなことはないの。すげえ、橋がある。あーと思ったら隠れてただろお前。おっと、真央かよ、絶対こっちのことじーっと見て待機してたね。この先のポケモンジムに挑戦するつもりだな。じゃあ俺が挑戦できるか確かめてやるよ。ついさっきジムバッジをもらったばかりの俺がさ。なるほどね、いいよ、やってやるよ。定期検診。あ、でも5匹になってる。ライバルのポケモンが、あ、ムクバードになってる、進化してる。ライバルのポケモンが徐々に充実していく姿を見るのは正直悪い気分はしない。あ、育ってるねみたいな感じになる。なんかお互い今どのぐらい育ってるといいかなみたいな感じの仕様にもなるからいいよな。で、相互威嚇すると。波乗り使ってみようかな、せっかくだし。シャバオは真央の指示を待っているぞ。あ、でも竜の舞使ってみよう。あ、何さ、ムクバード先生の爪、がむしゃらに攻撃してきたぞ。いって、あ、そっか、 HP 同じやつまで落ちるがむしゃらだから、今だからムクバードの HP が87なんだ。でもじゃあ次もう一回打ってきても87から下がんないからダメージ入んないのかな。まあ、攻撃と、あ、でも攻撃か、波乗りが特殊なんだよな。だから普通の通常の打撃技を覚えとかないともったいないのか。竜舞、まあ素早さ1回上がったし、でも波乗りは攻撃力が乗らない。これちょっともったいないことしたけど、まあいいか。せいや、あれ、すげえ、ついばむ攻撃。今がむしゃら打たれたら終わってたのにな、危ねえ。あ、でも先生の爪持ってるのちょっとめんどくさいな。先制されるとめんどくさいけど OK、 ムクバードを倒すと。相性があんまり良くなかったな、ムクちゃんと。コバチオパンチレベル40、いいですよ、もう上がってきましたね。
ロゼリア、ロゼリアはこれはそしたらパンチ効果レベル40になったばかりのパンチ、とうとうアラフォーになったパンチ、いくぜパンチ、ふんまだ未だにあの模様のやつ使ってるからな。ロゼリア、あ、ロゼリアもだいぶ育ったね。33レベルだ。ライバルのレベルが高いとやっぱ上がるよな。カイングルマ、でも確か特性が毒のトゲじゃないはずだから毒にはならない。もうお互いのこと知り合っちゃってるから、逆に今後毒のトゲの特性があったら、え、お前ドザーク、まさかお前ポケモンをみたいな。ポッタイシ、ポッタイシは、いや、伝来でいいかな。伝来でいいや。よし、パンチ交代、いくぜ伝来、シャキン。相性がいいんだよな本当にドザークとは。なんかそんなこと言うとちょっとスケベに聞こえるかもしれないけど、ポッタイシは、よいしょ、ポッタイシもレベル37か、上がったね。なんか親戚の子供を見るみたいな、大きくなったねみたいな、そんな感情になる。効果抜群。ポッタイシも倒して、今4匹倒したのか。ラス1誰だろう。そしたら茶葉を37。あ、茶葉も育ったね、いいす見栄え。あ、ヘラクロスだって。ヘラクロスって虫だよな。虫だったら虫鋼、ね、虫だけか。すげえ、ヘラクロス使ってくるんだ。あれ、なんか角ドリルみたいなやつ使ってくんじゃないのヘラクロスって。いやー、これね、金銀で初めて見た時にちょっとワクワクしたような。ヘラクロスは初めての子、お目見えです。でもカイングルマで終わりです。ありがとうございました。ヘラクロスどこで捕まえたんだろう。ちょっといいな、ちょっと憧れがある。ヘラクロスは、お、茶釜25、茶釜モリモリ上がるね。よし、ポニータ、あ、もう一匹いんのか。じゃあポニータは、そしたら茶葉をで、ラストだと思ってた。もう完全に相性のいいやつを出し続けてるから、これあれかな、入れ替え戦じゃなくて総当たり戦みたいに変えた方がいいのかな。こんなピンチ何度も跳ね返してきたんだぜ、震え声あ、でもそっか、一回下げちゃったから茶葉のあの竜の前は無駄になっちゃってんのか。ちょっとそれもったいないな。まあ、いっか、相手の攻撃力も下げたし、波乗りで終わりだし、ポニータがギャロップになったらちょっとエモいんだろうな。早くドザークギャロップにしてよ。相手のポニータは倒れた、倒したぜ。コバチオも40、あ、みんな上がってきたね、いいね。茶葉が今ちょっと遅れてるから、茶葉をちょっと取り返すために茶葉を多めに使おう。なんだってんだよ、俺負けちまったのかよ7000円、あ、もうお小遣いが上げ止まりしたのかな。相変わらず俺より少しだけ強いな。だけど言っておくぜ、ポケモンリーグに挑戦してチャンピオンになるのはこの俺だからな。ま、お前ならここのジムリーダーに勝てるだろう。さっさと勝負してこいよ好き勝手言うじゃん。してこいよって言って来た方に戻るのなんか嫌だな。ミオ、あ、図書館がある、図書館。ちなみになんか右上に宿みたいなとこがあったけど固く閉ざされてました。はい、ここはミオ図書館です。建物の中では静かにお願いしますね。なんで図書館って必要に静かにしろって言われるんだろうね、あれ不思議だよな。いや、まあ静かにすべきなんだけど、なんで図書館って静かにって言うんだろう。何、読書の邪魔、あ、読書をみんなでするからみんな静かにしてないといけないのか。まあそりゃそうか不思議だなとか言いながら一瞬で解決したわ。3階の本は読みやすいのにここ難しい本ばかり。ということは3階の本は読めるよということを俺に教えてくれてるわけだな。物を食べたり飲んだりしないようにしましょう。はい、図書館ってあんま行かないんだよな俺。僕の借りたい本がいつも誰かに借りられてる。なんかあのレンタル DVD 屋でもあるよね、そういうこと。神王神話と書かれた本がある。神王神話、怒るな、丸んめめめが来るぞ、悲しむな、むむむむが来るぞ、喜ぶこと、楽しむこと、当たり前の生活、それが幸せ、そうすれば様の祝福がある、というのが口癖だ。どういうこと口癖。神王地方の神話、神王地方の神話、昔神王ができた時、ポケモンと人はお互いに物を送り、あーすごい、物を送られ刺され合っていた。そこであるポケモンはいつも人を助けてやるため人の前に現れるよう他のポケモンに話した。いいポケモンだ。それからだ、人が草むらに入るとポケモン、ポケモンが草むらから飛び出す成り立ちだ、面白。神話地方の神話や伝説が書かれた本が多く取り揃えてあります。ここが読めんだな多分。読んでみよう。3匹のポケモン、あー、あのなんか囲んでたデルタアタックの人たちね。息を止めたまま湖を深く深く潜り、
苦しいのに深く深く潜り、湖の底から大事なものを取ってくる。苦しみながら、かわいそう。それが大地を作るための力となっているという。すっごい深いところにいるってこと。じゃあ、トバリの神話、トバリの神話、剣を手に入れた若者がいた。それで食べ物となるポケモンをむやみやたらと捕らえまくった。余ったので捨ててしまった。次の年何も取れなくなった。ポケモンは姿を見せなくなった。続きを読む。若者は長い旅の後、ポケモンを見つけ出し尋ねた。どうして姿を隠すのか。いや、それはお前のせいだろ。ポケモンは静かに答えた。お前が剣を振るい仲間を傷つけるなら、私たちは爪と牙でお前の仲間を築けよ。やめようよ、お互い仲良くなり合った方がいいって許せよ、私の仲間たちを守るために大事なことだ。続きを読む、ちょっと読む。若者は叫んだ。お前たちポケモンが生きていること剣を持ってから忘れていた。うー、若者いいやつじゃん。ごめんねって言えるのいいよ。もうこんな野蛮なことはしない。剣もいらない。だから許してほしい。若者、若者は剣を地面に叩きつけて折ってみせた。それは剣に悪いよ。剣作った職人さんにも謝ってほしいよ。もうがんじがらめ YouTuber 何も言えない説、これは何々さんをが気にしますよのやつポケモンはそれを見るとどこかに消えていった。消えていくんだ。消えちゃうんだね。へー。始まりの話、初めにあったのは混沌のうねりだけだった。あ、カオスだ。ブラックホールしかないやつね。全てが混ざり合い、中心に卵が現れた。こぼれ落ちた卵より最初のものが生まれ出た。何？最初のものは2つの分身を作った。時間が回り始めた。空間が広がり始めた。あ、時間と空間のあのなんか書いてあった壁画のやつじゃない。さらに自分の体から3つの命を生み出した。そこから生まれたんだ、あの3匹のポケモンは。続きを読みますか。2つの分身がいるの祈ると、物というものが生まれた。3つの命が祈ると心というものが生まれた。俺たちにも心はあるからな、ちゃんと。世界が作り出されたので最初のものは眠りについた。最初のもの寝ちゃったんだ。恐ろしい神話。怖いの？そのポケモンの目を見たり、一瞬にして記憶、目を見たもの、一瞬にして記憶がなくなり、帰ることができなくなる。じゃあもしかしてあの物忘れじいさんって、そのポケモンに触れたもの、3日にして感情がなくなる。そのポケモンに傷をつけたもの、7日にして動けなくなり、何もできなくなる。全てを奪ったな。昔話。どの話？3つある。神王昔話その1。海や川で捕まえたポケモンを食べた後の骨をきれいにして。ポケモンって食べるの？丁寧に水の中に送る。そうするとポケモンは再び肉体をつけてこの世界に戻ってくるのだ。昔話か。本当なの？って思っちゃうけどね。森の中で暮らすポケモンがいた。森の中でポケモンは皮を脱ぎ、人に戻っては眠り。ポケモンは人だったの？またポケモンの皮をまとい村にやってくるのだった。何これ、なんかちょ深いな。解説聞きて。人と結婚したポケモンがいた。ポケモンと結婚した人がいた。昔は人もポケモンも同じだったから普通のことだった。知らなかった。それは僕のきらめく直感によると、この町のどこかに隠れた小道があって、その先にお宝が眠っている。マジやば。波乗り並木、波乗り並木名前先行なのかな、それとも波乗りが好きで並木って名前になったのかな。俺父ちゃんみたいな船乗りになるんだ。だってどんな海も恐れない男の中の男だし。でもジムリーダーもいいな。トーガンさんもかっこいいし。ほう、嫁さん、うちのチビは元気すぎるよ。少し静かにしてほしいね嬉しいんだよ。でも子供が元気だと嬉しいんだろ。この人か。船乗るかい。鉄鋼島っていうとこがあるらしい。鉄鋼島にも行けるらしいぞ。とりあえずじゃあジム行ってみようか。おじいちゃん、このジムリーダーやトレーナーは鉄鋼島に出かけて行ってポケモンと己を鍛えているぞ。鉄鋼島にも行った方がいいんだね。そしたら鋼鉄ボディの男。鋼鉄ってことは鋼か。鋼ジムだ。鋼、多分鋼は炎が抜群だよな。じゃあもうこんなのはうちのエースが。オース未来のチャンピオン。ここのジムリーダーは鋼タイプポケモンの使い手。鋼タイプは防御力が高くて生半可な攻撃じゃビクともしないぞ。てか格闘も抜群じゃなかったっけ。確かあれ違ったっけ。じゃあ最近ちょっと出番のなかったマッチョでぶち抜いていくか。でマッチョ格闘技あんまねえんだよなちょっと抜群じゃなかったらパンチにしよう。アキナ、
諦めなければ道が見えてくるのだ。勝負です。どれどれ、これ終わったら鋼鉄島ってやつを行ってみたいな。ハガネール出たぞ。ハガネタイプといえばハガネールって感じがする。金銀で初めてなんか見た記憶があるわ。これがハガネタイプって思った記憶がある。あれ格闘抜群だと思ったんだけどな。ローキック一回縛ってみよう。せいや、あ抜群じゃない、あ抜群だ、抜群でこれか。勝って、やっぱ防御力ハガネール、地ならし、やめてくださいやめてくださいやめてください。あ地面も抜群じゃなかった確か。でもうち地面がいないんだよな。素早かさが下がった。ローキックいくぞ、マッチョのローキック。2発で、でもレベル33だ。だいぶと水準が上がってきたな。なかなか強くなってきたんじゃないか。お、でもレベル39まで上がりましたよと。チャガマも26。チャガマいつ進化するの。これってさ、ラッキーの子供でいいんだよな多分。見た目がもうラッキーの子供顔してるけど、どうやったら育つんだろう。諦めなかったが勝てなかった1000円1000円もらったぞ。ここはどういうジムなんだろう。諦めた時全てが終わってしまうのだ。諦めなければいけると。これなんだろう。うわー、そんなことある、こうわ。あ、磁力ってことかな。でも磁力、電磁力は鋼じゃなくない。あ、人がいる、こんにちは。リフトでアップダウン、そしてわしとポケモン勝負。ちょっとアップダウン楽しかったな。勢いすごすぎて G で体と足持ってかれそうな気したけど。鉄臣、鉄臣は岩アーク、岩アーク鋼じゃなくない。この人3岩アークだったんだけど気分がダウン。いやそんなこと言ってるのによくこのジムに入る面接に通ったな。参ったな、おじさんリフトの点検するよあ、こっち行けない。じゃあこっちどん詰まりだから一回戻って、ここは何もないのか、だから入れないから。あ、このおじさんは、ポケモンジムはポケモンの強さだけでなくトレーナーの心も見るところ。なんか作業員の人が多いな。鋼タイプ使いがちなのかな。やっぱ自分の金を、自分の職業とリンクしたやつを。なんでまた岩枠なの、鋼ヘル使えって。ポケモンと一緒に勝負、そして時々勝負、楽しい毎日だなあ、こっちも行けないから、この上に登るやつ、こっちはなんだっけ。あ、ここが外れだから、ここでもなくてここでもないから、じゃあここかここの2択だね。こっち行くか、この隣は右行って下に行ける、どっちだろうね。ああ、騙されたあ、上下するとこれか、上下が下に残っちゃうから多分ここが正解だ。そしたらで、エリートさん、こんにちは。戦いの知識経験、合わせた強さを持つ者、それがエリートトレーナー。今からの戦いでそれを見せる。かっこいい。エリートトレーナーになったらこの工場を言う権利がもらえるんだろうな。でも誰が、匠か。スコルピ使ってきたが、エリートトレーナーはなんか進化系使ってほしいという俺の謎のこだわりがあるんだけど。よし匠、今ララバイを歌いたい。どういうことエリートすぎるとちょっと壊れちゃうのかな。そのひたむきさ、ある意味でエリート、いや通常エリートですから僕。そう、エリートトレーナーを超えるポケモントレーナーだな君は。スーパーエリートと呼んでもらいたい。そうすれば、何これ、わーすげえ、怖そうマジで、加速度でぶっ倒れそうマジで前後のモーメントがかかって倒れそう、バタッ。上と下どっちかな。あ、上でも下でも行けるの困るわ、ちょっと行けるとこがいっぱいあるの困るわ。とりあえずこの人倒そう。こんにちは。ポケモンと人は昔から助け合い働いてきた、その歴史君に見せてやる。あ、図書館で読みましたよ。ポケモンと人はもともと一緒だったんだな、結構な神話。金次は曰く、よし、ものの見事に負けと言ったら負けだ。確かさ、イワークばっか使ってんので、もしかしてさ、なんかハガネール進化するときさ、結構レアなアイテムを持って通信交換しないといけないみたいなやつあったじゃん。だから多分供給が間に合ってないんじゃないかという説を推したいんだけど。お、格闘家、ハガネの何使ってくんだろう。そいやっさー、そいやっさー、てててててティリリー、きついいっぱいをお見舞いするぞ。いやね、俺ね、本当に平成たぬき合戦ポップポがかなり上位レベルで好きなんですよ。ケンスケ、なんか知ってる YouTuber にケンスケって人いるなよーし、勝ったぞ。これは完全に負けだハガネールが穴お風呂を使ってきたからね、リベンジで返してやったよ。
改めて修行せねば、うむ、道は果てしなく遠い。なんか格闘家のジム行った方が良かったのではないかという気持ちもあるが、これはあれ、これ行ったり来たり、あーこっちでいいのか。でもともと最初のとこから右に来るとこれは外れだったわけか。じゃあ正解の方を選んだということで良さそうな気がしますが、いかがでしょう。エリートさん勝負だ。一つのタイプにこだわることでそのポケモンの強さと弱さ、その二つが見えてくるのよ。なんかね、あの同じデッキいっぱい回すとそのデッキの強いとこも弱いとこも分かってくるからね、いっぱいやってくる。マユコ、マユコはマリルリ、え、マリルリって鋼なの。え、知らなかった。すいません、こいつ卑怯です。マリルリ絶対に鋼じゃありません。抜群が取れませんでした。こんなの絶対おかしいよ。こいつアイアンテール技で使えやもういいかなみたいな、なんかそういうのはずるくない。そりゃなんかここのジムの面接ガバガバだわ。なんかちょっと俺許せないですね。やったね、伝来スパークアタック、抜群だよな。絶対水フェアリーだって。ちょっと待って、アイアンテール覚えてるから実質鋼でしょ理論はもう、それはもう破綻してるよ。ちょっとね、そこら辺のテーマはぶれないでほしいところではありましたが、マユコお前やったな、こだわりすぎたかしら。こだわりすぎたせいで逆にもう鋼じゃないやつに行きたくなっちゃったみたいな。まず自分のポケモンを徹底的に好きになるの。そうすればどう戦うか自然と分かってくるわよ。ポケモンたちとな、会話するんだよな。そしてマッチョがだいぶ傷ついてるのでちょっと回復してあげましょう。さて、この赤いプラスはなんだ、これめっちゃ飛ぶのか、それともこれもうリーダーのとこまですっごい飛んでっちゃうようなやつだった。かっけー見た目。めちゃくちゃかっけー。でもそしたらせっかくだったらマッチョになんか覚えさせてあげよう。あんまり技マシン使わないで取っといてもあれだしな。なんか格闘の強い技ないかな、格闘か、あ、あった、技マシン98、岩砕き、あ、岩砕きって格闘なんだ。他に格闘は、技は電気、鋼、格闘、ローキックはもうずっと使ってる、もうし、もう神に噛んで味がしなくなってる。気合玉120、命中70、あーなるほど、これ特殊なのかな。じゃあ特殊か、あ、でもいいか、気合玉ちょっと覚えさせてあげてもいいな。気合玉と、あとはドレインパンチは75の100か。75の100って強くない？あ、じゃあドレインパンチ覚えさせようよ、せっかくだし。覚えないし、嘘でしょ、マジで覚えないんかい。じゃあ気合玉覚えさせてあげるか。気合玉、気合玉、気合玉をマッチョに覚えさせる。ドレインパンチ覚えないんだね、格闘なのに。なんか格闘家なのに格闘覚えないのちょっとショックだな。ローキックか、うん、ダブルチョップ、正直これダブルチョップいらんか。リベンジはね、とっさの時に取っておきたい感じがあるから、じゃあダブルチョップちょっと消すわ。なんか ドラゴンタイプの技をマッチョが覚えて、ドラゴンチョップみたいな感じになればちょっと熱いけど、マッチョは新しく気合玉でも攻撃力特化だからなんか微妙な気もするんだけどな。特攻どんぐらいあるんだ。マッチョの特攻は、特攻70か、まあまあいいか。よし、勝負です。あ、かっこいい、ワイルド。ほう、それは黒金のジムバッチ。なるほどなるほど、私の息子を倒したか。お父様なんだ。まああいつはまだまだ未熟者だからな。お父様、自分の息子だからってそういうことを言うのは良くないと思いますよ。息子のヒョウタに代わってこの私トーガンが、なんか親子ジムリーダーってちょっと熱いな。相手をしてくれようぞ。そうか、岩から鋼に派生したのか。あ、なんかすごい、なるほど、ワイルドなヒゲ。剃った方がイケメンな気がするけど、トーガン、モテるのはヒゲ剃った。お、トーガンな、結構なんかちょっとチャケるタイプの人だ。この人結構チャケるタイプの人だ。うちのローキックがどこまで、ローキのローキック、マッチョはマオと出会った時のことを思い出している。マッチョ、あれ効果ありのみか。あ、エスパーかな、エスパーか。じゃあ効果ありだとあれだな、相手の特防を下げることがある、気合玉。でもそしたらエスパーだったらいきなりであれだけど、まあちょっと一回マッチョは一回温存しつつ、ここは鋼エスパーなんだったらうちのパンチと相性抜群でしょう。トリックルームを使った、あ、つまりこれ素早さが低いやつの方が素早くなるやつだ。ということはパンチは高校になっちゃったけど火炎車で倒します。
でも先生の爪を使う、もう頭おかしくなっちゃう、どっち、遅くなったけどもう一回早くなって前を取るやつあ、一発でやられねえ、勝てえ、あ、怪しい光はまずいかも、わあ、混乱しちゃった、やべえ、強いぞ、ちょっと待って、いきなりドータ君でもないのにやられてる。でもパンチは絶対に技打ってくれる、信じろパンチを。砂嵐、うわ、なんかいろいろやってくんな、これ痛いやつじゃない、毎ターンダメージ、あ、でも鋼は確か砂嵐でダメージ食らわないんじゃないかな、結構なお手前のパンチ、あー、ダメか、どめどめどめ、いいよいいよ、しょうがない、混乱してるんだから、俺も混乱して自分の攻撃しちゃうことあるよ、パンチよくあるよくあるないわ。ラスターカノン、これ鋼の、あ、痛え、効果は今一つじゃなかったらだいぶ効いてそうだったな、ただこの火炎車でドーミラーは倒した、 OK ナイス、いや、なかなか歯応え、ガチガチの歯応えがあるぞ、てかよくよく見たらこれなんか下工事現場にあるなんか敷いてあるやつの地面になってんだな、これちょっとエモいね、砂嵐いてー、ハガネール、ハガネールはどうしよっかな、ハガネールじゃあせっかくだからマッチョに変えてやってみるか、マッチョならできるぞ、ハガネールが切り札なのかな、どうだろう、トウガンさん、トウガンさんかな、トウガンでいいのかな、でもトウガンの方がなんかイントネーション個人的には好きなんだけど、よしマッチョいくぞ、3匹か、じゃあまだ切り札ではないっぽいな、気合玉、あ、リベンジ打ってみるか、地震の攻撃、危ねえ、地震打ってきた、これパンチやられてたぞ、危ない、でもリベンジ120ダメージの抜群の240、あ、頑丈、やべえぞこれ、地震が結構効くかもしれん、やばいなこれ、地震で持ってかれるか、時空が歪んでるから、これはローキックで先行取れたら熱い、よっしゃ、危ねえ、ナイスマッチョ、ナイスマッチョ、切れてる切れてる、ラスト、ラスト誰だ、コバチオ41、ここら辺は結構、あ、高速移動、高速移動は、高速移動素早さがぐーんと上がるのか、まあいいか、もともとお前は素早い、大丈夫だぞ、茶釜29、茶釜上がったな、砂嵐をマッチョが襲う砂なんかあの砂漠にいるマッチョ、鳥デプスだ、鳥デプスって岩なんだろう、わかんねえ、岩鋼かな、なんと最後の一匹か、ここからが本番だな、鳥デプス、いや強そうだな鳥デプス、鋼地面だと炎効かないのかな、これ気合玉ぶっ放すしかねえだろマッチョ、マッチョ頼むぞ、マッチョの気合玉当たらなかった、鉄壁を使った、やばい、カッチンコッチンコッチンチンになった、くそ、やべえやべえぞ、防御がぐんと上がった、やべえな、でも気合玉は特殊だ、甘いな、そのために俺はマッチョに気合玉を覚えさせたのだ、気合の玉、おお出たぞ、なんかマッチョから出る不思議な元気玉だ、おお頑丈だ、くそなあ耐えられた、やばいマッチョやられる、あ、身を食べられた、これマックスじゃないと頑丈って発動しないよね、お盆の実、ラスターカノンは耐えられるかな、いってえマッチョ、やばい、まだまだ諦めない、くっそマッチョいけるか、マッチョどうする、マッチョお前の信じてきたローキックで、それでも気合玉で、いやローキックだ、お前がずっと使ってきたムキムキな上半身を全く活用してないこのローキックで倒したぜトリデプス、いやローキックずっと使ってるかな、本当に幼い頃からずっとこの子はローキックを使ってるんですよ、トウガンとの勝負に勝った、格闘技なんか覚えさせたいな、うーむ、鍛えたポケモンたちが、お父様息子に引き続き勝たせていただきましたよ、私の自慢のポケモンたちを倒したその強さを認め、このマインバッジ、マインちゃん、マインちゃんだ、てか待って、もう6個目のバッジだぞ、すごくね、あと2個だバッジ、いやな、ちょっとテンション上がってきたな、バッジコンプリートも見えてきたぞ、そのマインバッジを持っているとポケッチの秘伝技怪力をいつでも使えるようになるぞ、バッジの数が6個か、それなら交換したポケモンでもレベル70、もうすげえ言うこと聞くようになったぞ、トウガンが使っている、シールをもらった、でワサマヤ新球児、ラスターカノンかな、やっぱみんなラスターしてたし、その技はラスターカノン、当たれば時々だが相手の特殊防御を下げるぞ、鋼の
技いいな。あれなんかスッと降りられて終わるのかと思ったけど、あこれぐるっと回ると一番最初にあったところに、何これぐるっと回ってやっぱり俺のところに戻ってきたかみたいな。そうだよね、やっぱ一番最初の入り口のなかったところに降りてこれるんだろうな。なるほど、よいしょ。オーマをジムリーダーに勝ったのか、大したもんだ。で手に入れたバッジが6個か、強いトレーナーになったな。お前がポケモンチャンピオンを目指すと言っても誰も笑わない。応援するぜ。あんたは最初から俺のこと笑ってなかっただろうね。うわドザーク、どうした。お、マインバッチ、さすがだな。めちゃくちゃ俺のこと好きやん。お前の実力ならポケモンチャンピオン目指せるぜ。もっとも俺の方が強いから。ちょっと強いって言ってたのにな。よし、マオ、図書館に来いよ。行ったよ、もう図書館。行ったけど、もう読んだんだけど。何、告白されたらどうしよう。ちょっと告白されたら困るな。いた。ほら、マオ、こっちだぜ、こっち。全部読んだぞ。あ、違った。あ、どうしたの。ほら、じいさん、マオのやつ連れてきたぜ。じゃあ俺行くからさ。え、ドザークも話聞くべきじゃないの。この、あ、無言の圧かけてるよ。これ部長クラスがやるやつ。分かったよ。うむ、揃ったな。すげえ、七かまど、めっちゃパワハラ体質じゃん。お前たちはすっかり忘れているかもしらんが、私はポケモンの進化について研究している。忘れてたわ。だが研究をすればするほど嫌だな、こういう会議中に立ち上がって別の方向見ながら喋るやつ。嫌だわ、こっちずっと見て喋っててほしいわ。わからないことが増えていくばかりだ。進化するポケモン、進化しないポケモン、何が違うのか、生き物として未熟なポケモンが進化するのか。え、未熟ってこともないと思うけどな。だとすれば進化しないとされる伝説のポケモンは生き物としての完成形か。そこでだ、神王地方にある3つの湖、あ、3つもあるんだ、幻のポケモンがいるという。それを見ることができればポケモンの進化について何かわかるかもしれん。お前たち頼む、ぜひ幻のポケモンを探してほしいのだ。なんだよ、俺はポケモン図鑑もらっ、あれもらったでしょ。ドザーク、渡す前に研究所を飛び出したの。え、持ってないのじゃあ。どこの誰だというのだ。まあよい、いろんなポケモンをその目で見るのも。ポケモン図鑑普通持ってるもんだと思ってたけど、そうだよな、ポケモン図鑑持ってない人の方がマジョリティだもんな。強くなるためにも大事なことだぞ。当然です、これでポケモン図鑑がさらに充実して博士の研究もすく、あーすごい、後期めちゃくちゃごますっとんね。怖いんだろうなきっと。うむ、どっちにしろ言ってもらうかな、パワハラおじさん。そこでだ、湖は3つ、お前たちはちょうど3人、分かれて調査しよう。後期は新事故、え、入れんのかな、塞がれてるけど。分かりました、笑顔で受けてる。お前は H 湖、キッサキシティは、近くのあそこへは道は険しいからな。強いトレーナーに頼みたい。俺の方が強いけどな。まあな、なんだよじいさん、俺のことをよく分かってんじゃねえの。気持ちよくなってる。そして真央がリッシコだな。あ、リッシコがあれか、あの閉じられてたところだ。なんか全部なんか思い立つ名前になってんだね、ついてる名前が。地震大丈夫、地震じゃないのかな、止まったか。みんな大丈夫か、気をつけて外に出るぞ。街の様子が気になる。確かに危ない、すっごく危ないよ。大丈夫、真央、お前も早く来なさい。ただし揺れには気をつけるんだぞ。こういう時大体建物の外出た方がいいんだっけ。なんか物によるよな。え、どうした、さっきの揺れ自然のものではないな。え、なんでわかんの。あ、どうしたの。おいおいじいさんたち、じいさんとは。大変だぜ。なんでも立志湖で爆発が起きたそうだ。え、ドガーンってな。みんなに、人の口の噂めちゃくちゃ早いみたいな、ああいうことなんだろうな。じいさん、俺湖に行くぜ、なんかやばい気がするんだ。立志湖大丈夫かな。え、どうした、全くドザークめ、マオ、立志湖のことなんだか気になるのだ。だが何が起きているのか全く見当がつかん。くれぐれも無理はするなよ。私たちも新事故の様子を見たらそっちに行くからな。立志湖か、一体何があったのかな。なんか良くないこと起きてるよな。うむ、立志湖で一体何が起きてるのか。立志湖ってあれだよね、あの銀河団がいたとこだよね。ちょっと間違ってるかもしれない。何かあっても無理しないでよ。
いやー、ついてこいよ心配なら。それはおかしいと思う。それではリシコでは何が起きたのか、また次回お会いしましょう。